俳優の室津義が主演を務める映画、身代わり中心蔵の完成報告会見が、赤楼氏がキラテイに打ち入りを果たした日であり、中心蔵の日として制定されている12月14日に行われ、室をはじめ、長山瑛太、原作、脚本の土橋秋広、河井隼人監督が登壇した。映画、超高速。 三勤交代や引っ越し大名を生み出した土橋氏による同名小説を映画化した本作。大石倉之助、大石倉之助、率いる忠義の赤狼浪士たちが、亡きとの浅野匠の神、浅野匠の神の仇であるキラコウズケノキラ光月之介への打ち入りを成し遂げる時代劇中心蔵に、身代わりという斬新なアイデアを加えた。この日室は坊主の劇中衣装、長山も赤狼浪士の姿で登場。 雪が舞い散る演出の中、四十七士と共に、永永用と勝ち時を挙げ、会見がスタートした。時代劇ヒットメーカーである土橋は、中心蔵は日本の伝統が詰まった、世界に誇るコンテンツ。僕もすごくやりたいと思っていた。誰が見てもわかる、中心蔵でありつつ、これまであまりやられていなかったキラ川の視点でやろうと思った、と企画意図を語り、時代劇も国際的に評価される時代。 新しい時代劇を作っていきたい、と熱く意気込んだ。室が主人公のキラタカショキラタカアキ、と、その兄、キラコウズケスケを一人二役で演じているが、土橋は、室さんがとてもうまく演じた。兄弟で境遇が違うので、性格も違ってくると巧みに演じ分けたことを称えつつ、室さんをずっと見られる幸せがある。いろいろな室さんが見られる、と見どころを口にした。 時代激発挑戦となった河合監督も今回の2役は室さん以外あり得なかった。脚本も室さんありきで作った大石役に長山瑛太さんというのもみんなで一致した意見。二人に関してはほぼ当て書きですとムロと同様に大石倉之介役の長山についても絶大な信頼を寄せていた。室ロと長山の映画共演は サマータイムマシンブルースの撮影時から約20年ぶりのこと。プライベートでも親交が深いという二人だが、長山はムロ君が中心蔵に爪痕を残すという予感がした。それはいい意味でも悪い意味でもと脚本を受け取った時の感想を明かし、ムロも悪い意味もあるの。隠した方がいいと大爆笑。長山は現場に行ってみるとムロ君のパワー全開で、 誰も止められないなというか、天才という言葉だけでは片付けられない、ムロくんの人間性が作品の中に全て映っている。20年前に一緒に映画をやらせていただいてから、色い々ろいろと感慨深いものがありながらも、室ロよしという俳優がこの時代に必要なんだなと感じた、と続けた。役柄同士が見つめ合って覚悟を決めるシーンもあり、長山は20年前に出会って違った道を歩いてきた上で今、 巡り会えた。俳優室ロやっぱりすごくいいなと感じた。ぶわっと心に何かが溢れてしまうんじゃないかというシーンだった、としみじみ。ムロも一対一で会話をするシーンはすごく残っています。俳優として、ここまで来られたな、まだ生き延びているな、と。どうやったら生き延びられるかと悩みを相談していたこともある。 そんなことも載せられたシーンでした、と二人の歴史やお互いへの思いを重ねられた、特別な作品になったという。また室は、坊主頭について、特殊メイク、だと解説、1時間くらいかかると早朝から現場入りをしなければならなかったそうで、京都の朝は暗かった、と撮影を振り返りぽつり、身代わり中シングラが終わったら、二度と特殊メイクはしないぞと思っていた。 それくらいならするぞと思っていた。そうしたらまた大河ドラマで同じ特殊メイクチームと会ってしまった。今年の1月に終わったのに、長い付き合いになった、と偶然にも本作と、どうする家康、で、同じ特殊メイクチームとタッグを組んだと裏話を披露していた。